今は夜、オーストラリア6時30分。これからね、今オーストラリア真冬。これから日本に行きます。はい。夜の便で ANA で日本に行ってきます。行ってきます。ガールズは先に行きます。自分たちも1分後に行きます。じゃあ行ってきます。じゃあね、パッチ、シンバ、じゃあね、バイシンバ。チェリーにもよろしく。サブお土産買ってくるからね。空港到着です。あれ、ガラガラじゃん。あ、知り合いがいます。よし、こんばんは。これからみんな日本、みんなかなり前から楽しみにしてます。今からチェックイン、一応オンラインチェックインしてるんですけど、170チェックイン、みんな一応クリアですね。ナイキー、ママなんだこれ。パスポート、ボーディングチケットはオンラインで850。ボーディングチケット、じゃあ先に、よし、ボーディングチケットはね、先に、はい、ボーディングチケットはオンラインで全部プリントアウトしたんですけど、結局また発行してもらいました。髪の毛ね、アッシュグレーにしたんですけど、青いです、光の加減ね。いや、見えてる、ここ青いです。かなり早く着いたんで、これからお茶します。空港かなり混んでます。カンガルージャーキー、末っ子は友達がいたようです。どうやら、まったり、いよいよ、ゲートに向かいます。みんな、なんだっけ、パスしました。ここ何だっけ、空港はなんか楽しいな、ワクワクする。すごいか、何気持ち悪いの、動かない。え、覗かせてくれてるのさ。そうなの、あ、すっげーな。時間で動くんだよ。いよいよゲート入ります。で、8時55分のフライトで、到着が、予定が到着は5時55分朝だから、9時間かな。もうね、直行便しか乗らないことにしました。基本疲れちゃうんで、出発です。そろそろ、出発です。どこか、すごいです。やっぱね、アナの飛行機すごい足元が広い、ゆっくり、広いな、これ。これ、つっかえない。皆様、こんばんは。スターラインアクセスメンバー ANA 東京行き、880便をご利用いただき、ありがとうございます。今日は、スパノと、スイッパーサーは中村でございます。お用がありましたら、遠慮なく、ご出場メニューを知らせてください。はい。
菓子の詰め合わせ。いよいよ到着です。あと1時間以内に到着です。到着しちゃいました。ね、税関も全部、パスで到着です。電車乗ります。チケット、すごい電車、日本の電車。ご指定中の末、普通品川行きをご利用ください。激混み到着。すごい。これからね、神さんの実家に、泊まります。あ、軽自動車です。今ね、これをオーストラリアで乗ろうと思って。こんなちっちゃいんだけ、かわいい。アジサイが綺麗。てるてる坊主。これなんだろう。お参りしてよ。これからね、墓参り、青山の方まで行ってきます。いや、レンタカーで車買いました。もうすごいいい車でびっくりです。もうランクルの60とは大違いです。びっくり仰天で、これからね、高速久々に首都高を乗ります。怖いな、乗るのが。首都高乗れるかな。はい、すごいすごい。やっぱ東京すごいですね。人がビルも建物もすごいし、すごいすごい、もう全然違う。オーストラリアとどこ行っても街がある。いくら走っても街に街じゃない。うん、そうだそうだね。街何名？シリー。どちらも気持ちが高くて嬉しかったので。高いね。スカイツリー。ざわざわしています。持ってきたの。持ってきた。取るよ。終わりきりだよ。終わり。すごいタクト、これ。わかるこれ。ウオベ。あ、これだ、ほら。娘たち、ガチャガチャにハマってます。取れた、お。パン、座ってるパン。何それ。あ、座ってんじゃん。待ちぼうけ。ケミケ。なんだ。何。かわいい。かわいい。
かわいい。あ、来た。こっち、来た。あ、ガリが来た。わぁ。これ、うち違うな。さようなら。うわぁ。頼んだ。ごめん。超うまそう。うん。うわぁ、これうまそう。すいません。ちょっと、ホタテ行こうかな。いいよ。念願のイクラだよ。どうぞ。向こうイクラいっぱいあったじゃん。私食べたで。食べないよ。やばい、タンゴ。あれだよな、ちっちゃいのだけ。あ、飛び子。すごい、ウニこんな。すごいね。ウニだ。食べたね。食べたね。ごちそうさまでした。はい。千葉県。さっちゃん、何これ豆柴、何これ食べ物、違うよ、そうだな、食べ物じゃないの、瀬戸物、なんだこれで売ってんのかと思っちゃった、違う、え、買ってこうだし、これはちっちゃいやつ、あれ、これないの、お前がこれかわいい、これないの、原品限り、これ全部買わないと、これかわいい、見て、今アニ30ドラこれた、かわいい、アニ30ドラこれ3080円、ガラスだけが欲しいんだけど、違うよ、声かけてくださいって、原品限り3080円、お好み焼きのたい焼きを買っちゃいました、ドンキホーテです、結構楽しみにしてました、ドンキホーテ、ね、2日目、朝から群馬、栃木行って東京に帰ってきて、ロイヤルホストファミリーレストランで晩ご飯、遅い晩ご飯、着物をドレスで変えたの、いや食べたよ、トリショナル、あ、お腹いっぱい、帰ります、もう眠いです、2日目の夜おしまいです、お疲れ様でした、今日はね、上野、今日もね、午前中は墓参りといろいろなんかやってました、でちょっとだけ時間が空いたんで、大好きだった上野に、アメ横に行きました、アメ横商店街、800台、アメ横すごい人がすごい、ここではね、靴とかなんかシャツとかその辺買おうかなと思って、そうそう、昔よく来たこの辺、わあすごい、すごいな、すごい、え、
気がすごい。上の活気がすごいです。残念ながらお腹がね、空いてないんですよね。ガチャガチャに行って危ない。おもちゃ屋だ。あ、おもちゃ屋だ。うわ、ガチャガチャ。ガチャガチャ好きにはたまりません。ありました。あんみつ三橋。ちょっとここで食べたいと思います。あ、並んでる。甘いの買います。すげえ。ガチャポンのデパート。あ、あった。俺これやる。車系。見つけたね。見つけた。ついに見つけた。あ、白。やってます、やってます。うちの。妻はこれです。200円。よし、よし、並べました、ね。結構混んでます。念願の話。これさ、あんこトッピングできるよ。できるの？昔は抹茶アイスなんてなかったんですよ。来ました。俺白玉。どうぞこれ。いただきます。すごいうまいね。うん。すごいうまい。おいしい。お待ちいたしますね。はい。はい、失礼します。おはようございます。ね、ただいま4時35分これから沖縄に行ってきます。タタサゴを出て、タタサゴからの羽田まで1時間ぐらいで、そこから2時間で着きます。あと10分ぐらいで電車に乗ります。電車が来ます。これ始発です。高砂号羽田の今チェックインカウンターにいます。電車の中でもう寝てました。みんな全然まだ眠いです。昨日はね、子供たちがディズニーランドに帰ってきたのが11時過ぎで、今朝起きたのは4時前なので眠いです。朝ごはんゲットしないと。何やってんのかな。コーヒー作ってんの。コーヒーお、何何電話忘れないで。これから飛びます。到着です。暑っ。こんな暑いんだ。到着だ。ここが沖縄です。それでは早速出ます。